はい、今日の一品です。明けましておめでとうございます。今日はまず人参を小さく軽くソテーするところからですね。そしてソーセージを真ん中を3等分スライスして、ここを1枚をギザギザに切っていきます。はい、こんな感じに切ったら、真ん中を縦に切り目を入れて、先ほどのギザギザ1枚を差し込んでいきます。はい、ここでごまを買ってきました。ピンセットを使って目の部分に刺していきます。だいぶ楽になりました。反対側も穴を開けて、ブスッと目を刺していきましょう。はい、そしてソテーした人参を鋭角にカットしたら、少し切り込みを入れて差し込んでいきます。ちょっと厚かったので薄く切り直します。これを刺したらなんとなく見えてきましたね。はい、あとは揚げパスタで先ほどの残りの2枚を横に羽をつければ完成です。鳥年、皆さんが良い年でありますように。お弁当にどうぞ。今年もよろしくお願いします。